テホンダン軍は、朝鮮民主主義人民共和国領行動の東北端に位置する軍。都満工場流域に位置する。西に、山地園市、南に、白岩軍、東に、環境北道のベシャ軍と境を接する。一遊、旧労働者区を管轄する。植民地期は、環境北道、茂山軍の一部。 テ本ンダン軍は1978年に新設された行政区画である。1939年、金日成が率いる東北抗日、貫ネ軍の一部隊は満州からこの地に潜入し、6月にテ本ンダンで日本軍部隊と交戦したという。北朝鮮ではこれをシゲヤマ地区戦闘と称している。この戦闘は金日成が指導する。 朝鮮人民革命軍の勝利とされ、重山区戦闘勝利記念塔が建てられている。また、近日生が拠点を置いた西方宿営地周辺では、1961年に当時のスローガンが記された立ち木が見つかったとされ、これをガラスケースで保護して保存するなど、白桃山周辺の革命の聖地の一つとしての造営、整備が行われている。 この節の出店ジャガイモの産地と言われる。1990年代末から2000年代初頭にかけて近小日の現地指導によって深刻な食料問題を解決するためのジャガイモ生産法である手本団式農法が確立したとされている。また、その特産のジャガイモを使った芋上酎、手本団酒が手本団ジャガイモ加工工場で生産されている。味は、 他の酒に勝るとも劣らない。アルコール度数が25%ほどの欧米二端酒は、口当たりがまろやかでやや甘みのある、喉越しのいいお酒である。と、朝鮮新報が表している。ありがとうございます。